せよ。赤星マシマシ TV です、はいはい、よろしくお願いします、うん、さあ、ついに行ってきましたよ、はい、前橋二郎、うん、ということで、オープン、そうなんです、オープンしたのは10月27日でございます。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、というわけで見ていきましょう。これ上毛電気鉄道上毛線の中央前橋駅という、場所からと6分で、JR の方だと一応前橋駅から15分というところでして、この商店街のここにあります。ここです。オリオン通り、オリオン通りという場所にあのね、あるんです。あのオリオン通りに、花がこれね、当日、まあオープンした時に私行ったんですけども、あ、その時の写真で、そう、朝食べられなかったということで一応使ってますけど悲しい写真だ。この日は食ったり、この日はですね12月8日に行きましたが、うん、それでもまだね店内に並び10人もいまして、あ、すごい、群馬県初の、並びに関東地方全部の県にですねラーメン二郎がオープンしたということになるんですね。食券なんですけどシンプルだな。大豚ね、小小豚、大豚のみ、トッピングもありません。なるほど。あ、そうなんだ。トッピングないです、はい。で、今回は最大サイズをねちょっと失礼しますね、やっぱりっちゃいますね、まあ、マシマシ TV ですか。まあまあね、当たり前と言えば当たり前ねえ、いらっしゃいました。900円で全部マシマシということで、野菜マシマシにしてもですね度合いは結構おとなしめということで、はい。で、麺少なめも一応対応はしてるんですけども、はい、普通盛りで300ぐらいかな。だからまあ、うん、結構量的にも安心という、食べやすいと思います。はい。で、豚入りにすると3.5からまあ4枚ぐらいがドサッと入る。 3.5、 通常だと1枚かな。通常だと1枚か1枚半ぐらい入りますよということで、結構でかいっすね。まあ、でかいんですよ。確かに、まあ、1個1個が意外とでかいですね。お手本のような、まあ、ギュチ豚ということで、ね、財布ぐらいあるんじゃないですか。あ、なるほど。簡単な財布ぐらいは入ってるね、結構ね、ガマ口ぐらいは。これだけ引き締まってるのにですね、中まで返しがもう染み込んじゃってて、まあもう出ました、ビトンです。あ、ね、ビトンの財布だったんですか。自分で今ガマ口って言ったじゃん。ここで繋がったんですね。なるほどね。ここで繋がるとは。そしてスープをね、言ってみましょう。これをね今回は推したい、トロトロの土乳化スープということでね、返しの主張がこれ強いんですけども、うん、しょっぱさというよりはですね、うん、この果実のようなフルーティーな味もするような。本当ですか。本当なんです。すごいけど甘いと思うか。いえ、甘さというか、なんかね、香りですか、なんか独特なの。独特。これもう言ってみないと分かんないです。マジで言ってみないと確かに、ね、本当に。でさらにね、油も相まって、これはすごい。デカめの油。おいおいおい。一気に。一気に、いきますね。カクテルエビ食ってるみたいな。ね、油もびっくりしますよ。これ。ああ、確かにね。こんな行くのすぐみたいな。あ、油側が。野菜もね、食ってます。野菜もね、これふかふか野菜なんですね。ふかふか野菜。気になる点が多いですね。豚よりももうふかふか。ね。若干キャベツが多めで、うん、ね、野菜自体の甘みをこうお楽しみいただけるという、お野菜で、ございますということですけどね、かか野菜を。さらにこう麺を引き出して、いきますが、特徴としてはこのやや平打ちの縮れ麺ということで、うん、なんかどこかに似てると思いませんか。そう、新大田次郎、ちょっと誰か言っちゃいましたけど、新大田次郎の麺にちょっと似てるんですよ。ああ、そうなんです。データベースないんで、ちょっとすみません。はい、あ、そうですか。データベースないんです。いや、でもね、新大田次郎の硬さと太さ、ね、お写真でこの後ご確認いただいて、まあ、詳しい人はね、分かったんじゃないですかね。なるほど、ね。そうですね、重厚な麺もすごく絡んで、うん、まいということで、ございますね。いやー、うまそうだな。さらにね、ニンニクなんですけども、うん、これね、僕の方にですね、実は、胡椒しか調味料がないと思う。シンプル。そうなんです、ね、なのでニンニクで味変というのは結構必須かなと僕は思いますね。ね、辛さは抑えめニンニク、粒も平均できていることで、うん、そう、バランスニンニクなんですね。あ、バラニンね。バラニンご存知の、うん、食べやすいということが特徴的なニンニクでございますが、さあ、そして先ほど出ましたこのギャバンブラックペーパー半ポンド缶、適量を入れていきたいと思いますね。一気にいったな、おい。返しが強いとはいえですね、乳化系なんで、まあ、スープがちょっと甘みを帯びてくるんで、最後の方に迷わず入れちゃいましょう。しょっぱめにしてね、もう。まあそうね、あの胡椒の粒の、噛み締めもうまかったりします。噛み締め、食感が、でマスターはね、会津若松二郎の出身ということで、マスターなんですか。系統は似てましたね、結構ね。店長とかじゃないですか。どっちでも、まあマスターで言ってみます。どっちでもで、ね、マスターはやバーかい。バーというか、店長さんね、店長さん、ごちそうさまでございましたね。ということで、店長さん、店長さん、そしてもう、まあ
バシバシレベルは87.7ということでね、はい、森のバナナね。あ、バナナ。バナナ。花、バナナ。いろんなものがね、いっぱい出てきますが、フルーティーな木にね。なるほどね。つながりましたね。ということでね、ま、森の大きさとしてはですね、環七一の絵店ぐらいの森だったんですけども。やっぱ二郎を二郎で例えるよね。すいません、わかる人にはなるほどなというふうに思っていただいたと思いますが、なんかね、前橋の市長さんだったか、群馬の県庁の、うん、あの、うん、県庁のおさってなんていうんだ、県庁の県のおさ、知事、あ、知事やばいよ。おさっていうか、知事がですね、どちらだったかな、全部私、市長ができるってツイートしたんですよ、できる前にも。知事で合ってます、知事か前橋市長かどっちかです、うんうん、はい、まあ、偉い人が、偉い人が。で、あのオリオン通りちょっと今見てもらいましたけど、やっぱりちょっと人通りが少なかったですよね、少し、まあ、シャッター閉まった時間帯にも、うん、そうだからラーメン二郎を誘致して、うん、もう商店街を活気づけていこうみたいな企みなのではないかと。マジマジ企みって言い方はちょっとなんか予想です、うん、予想。でも活気づいてくれたらこの辺りにまた二郎系いっぱいできちゃったりして僕は嬉しいですけど、前橋市長だったかな、確か。どっちだよ。じゃあ知事出なくてよかったよ。すいません、ということで群馬のラーメン二郎初ということでごっつぁんでした。